ザ・グッド・ファイト・ザ・グッド・ファイトは CBS のストリーミングサービスパラマウントのために制作されたアメリカの法律テレビドラマシリーズ。本作は CBS オールアクセス発のオリジナル脚本シリーズである。このシリーズはロバート・キング、ミシェル・キング、フィル・オールデン・ドビンソンが制作し、キングたちが制作したグッド・ワイフのスピンオフであり続編である。 1> 第1シーズンは20エピソードが含まれており、2017年2月19日に初公開され、最初のエピソードは CBS で放送され、次の9エピソードは CBS オールアクセスで配信された。同シリーズは当初2017年5月に放送予定だったが、制作の遅れにより、CBS が新シリーズ、スター・トレック・ディスカバリーの公開を延期せざるを得なくなったため、 前倒しされた。このシリーズは、クリスティーン・バランスキーが演じるダイアン・ロックハートが、巨大金融詐欺によって、彼女の名付けコマイアの評判と、自身の貯蓄を失った後で仕事を失い、ルッカクインと共に、シカゴでも、有数の法律事務所に加わってから追っている。このシリーズには、バランスキー、レスリー、ジャンボ、エリカ・タゼル、サラスティール、ジャスティン・バーサ、デルロイ・リンドー にゃんびにゃんび、マイケル・ボートマン、オードラ・マクドナルドが出演し、ポール・ギル・フォイルとバーナデット・ピーターズが繰り返し、出演している。ロバート・キング、ミシェル・キング、リドリー・スコット、デビット・ダブリュー・ザッカー、リズ・グロッザー、ブルック・ケネディ、アリソン・スコットが、制作組織を務め、フィル・オールデン・ロビンソンが第一話の制作と、共同脚本を担当している。グッド・ファイトの、 第3シーズンは2019年3月14日にプレミア公開された。2019年4月シリーズは2020年4月9日に初公開された。第4シーズンに向けて更新された。2019から20年のコロナウイルスパンデミックのために制作が停止になる前に予定されていた10エピソードのうち8エピソードが完成し、うち7エピソードが配信された。 2019年6月、CBS は第1シーズンの全10話の再放送を開始した。グッドワイフシリーズのフィナーレから1年後、巨大金融詐欺が若き弁護士、マイア・リンベルの評判を落とし、彼女の師匠であるダイアン・ロックハートの貯金を帳消しにしてしまう。二人は、ロックハート・デックラー・ガスマン、リー・ライマン・ギルバート・ルーリー・カガン・タネバウム・アアソシーツから追い出され、 イリノイ州の警察の残虐事件を引き受けることで波紋を呼んでいるアフリカ系アメリカ人所有の名門事務所レディック・ボーズマンコルスタッドでダイアンの元従業員ルック学院と合流する。シーズン2ではダイアンは事務所の指名パートナーになり事務所の名前はレディック・ボーズマンロックハートとなる。この番組は主にダイアン マイヤという3人の女性主要キャラクターのストーリーを扱っており、かなり政治的、社会的なコメントが含まれており、オルタナ右翼、目と運動、オンラインハラスメント、フェイクニュースなどの自治的な問題を探求している。長年民主党に所属していたダイアンは、新しい会社で社内政治に対応しながら再スタートを切ると同時に、 トランプ政権の政治と行動にますます悩まされながら自分がほとんど認識していない世界を乗り切って行かなければならない。ダイアンの元従業員であるルッカ・クインはレディック・ボーズマンロックハートで格好たる地位を築いており、パートナー競争での申請であり、彼女の仕事への献身と頻繁に相手方代理人とナルコリン・モレロ連邦検事とのロマンチックな絡み合いのバランスをとっている。 こうダイアンの名付け子である、マイアは、父親のポンジスキームへの関与疑惑で FBI からの圧力を受けながらも、弁護士としてのキャリアを順調にスタートさせようとしている。事務所にはまた、彼らの最新の調査員となる民主党にコネを持つ、私的で自信に満ちた若い女性、グッドワイフに繰り返し登場する、マリッサ・ゴールドも参加している。グッドアイフと同様に、この番組では、 相手役の弁護士、依頼人、警察官、FBI 捜査官、裁判官、政治家など、幅広い脇役キャストが活躍している。その多くは、有名なゲストスターによって演じられている。2016年2月、スピンオフについて尋ねられたミシェルとロバート・キングは、スピンオフシリーズの可能性があると述べた。2016年5月、CBS は、 ダイアン・ロック・ハート役のクリスティーン・バランス・キーが再び出演するスピンオフを立ち上げるための最終交渉に入っていたが、そのスピンオフはネットワークではなく CBS オール・アクセスで放送されることになった。スピンオフは5月18日に正式にシリーズ化が決定し、クシュジャンボも復帰した。2016年9月には10エピソードのスピンオフ作品が2017年2月に 初演されることが確認されており、ストーリーはオリジナルシリーズの最終エピソードから1年後に設定され、ダヤンのメンティーが関与する金融詐欺が彼女の貯蓄を一掃した後、ダヤンが自分の事務所から追い出され、その結果、彼女はルッカクインが働く、事務所に移動することになる。同シリーズは当初2017年5月に放送される予定だったが、制作の遅れにより、 CBS が新シリーズスタートレックディスカバリーのプレミアを延期せざるを得なくなったため、2017年2月に前倒しされた。数ヶ月に及ぶ憶測の末、CBS は2016年10月31日にスピンオフシリーズのタイトルを明らかにし、そのタイトルがザ・グッドファイトであることを明らかにした。2017年2月19日にザ・グッド ファイトがが公開さされれることが発表された CBS は2016年12月18日、初回とその後のエピソードの映像を収録したスピンオフの第1弾予告編を公開した。2017年3月15日、CBS オールアクセスは13話とエピソード数を増やして2シーズン目の更新を行い、2018年3月4日に配信開始された。 2018年5月2日シリーズは第3シーズンに更新された。2019年1月シーズン3が2019年3月14日に公開されることが発表された。2019年4月23日同シリーズは2020年4月9日に公開の第4シーズンに更新された。第2シーズンのフィナーレから始まり第3シーズンではより顕著に エピソードに関連した話題について語るジョナサン・コールトンが執筆しヘッドギアアニメーションが制作したミュージックビデオのアニメーションがエピソードに頻繁に登場するようになっている。コールトンはキングたちの以前のシリーズブレインデッドに関与しており、このシリーズは歌手が演奏した音楽の要約を特徴としていた。セグメントでは弾劾プロセス、秘密保持契約、 ロシアのトロールなどのトピックを議論しているにもかかわらず、スクールハウスロックシリーズとの対比として描かれている。クールトンはキングたちのホーム自体を実際に台無しにしたり、第4の壁を少しついたりする感度を共有し、これらの感想曲のコンテンツに関しては、比較的多くの創造的な自由を与えられている。しかし、CBS はシーズン3のエピソードから、 中国の検閲について話したセグメントの削除を要求した。ネットワークは削除されたコンテンツを視聴者に知らせるプラカードの挿入を許可することに同意した。主演のダイアン・ロックハート役を演じるクリスティーン・バランスキー2016年5月、CBS はダイアン・ロックハート役の再演をクリスティーン・バランスキーと同様にクシュジャンボが再演することを最終交渉中だった。 シリーズが取り上げられた後、ジャンボがルッカクイン役で再登場することが発表された。2016年9月17日にデッドラインが発表したところによると、サラスティールがキャストに追加されて、マリッサ・ゴールド役で復帰し、ダイアン・ルッカハートの秘書から調査員に転身した役で出演することが明らかになった。2016年10月12日、元 ゲーム・オブ・スローンズのスター、ローズ・レスリーが主演にキャスティングされたことが発表され、司法試験に合格したばかりのダイアンの名付け子で、ダイアンの事務所に入社するマイア役を演じることが明らかになった。その翌日、ザ・ハリウッド・リポーターは、ダイアンの同僚や依頼人を密告する、弁護士のロバート・ボーズマン役に、デルロイ・リンドーがキャスティングされたと発表した。 林道のキャラクターのファーストネームはエイドリアンに変更された。2016年10月27日にデッドラインが報じたところによると同番組はマイアの両親役としてポール・ギルフォイルとバーナデット・ピータースをリピーターとして追加したという。ギルフォイルは驚異的な富を持ち誰からも愛される大成功を収めたファイナンシャルアドバイザーであるマイアの父。 ヘンリーを演じることになった。ピータースのキャラクターであるレノアは、厳しい労働者階級の出身で、生来の優秀な金融の才覚を持つ女性として描かれている。2016年10月31日、ジャスティファイドの卒業生、エリカ・タゼルが、シリーズレギュラーとして、キャストに加わったことが発表された。2016年11月7日、ゲイリー・コールが、ダイアンのオットカート、 マクベイ役を再演することが発表された。2016年11月11日、ザック・グルニエ、ジェリー・アドラー、キャリー・プレストンがゲストとして復帰し、デビッド・リー、ハワード・ライマン、エルスベスタ・シオニのそれぞれの役を再演することが確認された。2016年11月18日、アメリカ連邦検事局の申請であり、ルッカの愛人でもある、コリン役として、 ジャスティン・バーサがシリーズレギュラーに加わったことが発表された。2017年8月1日、オードラ・マクドナルドがグッドワイフ第4シーズンからの再演となるリズ・ローレンス役として第2シーズンのメインキャストに追加され、マイケル・ボートマンとニャンビニャンビがメインキャストに昇格したことが発表された。2018年11月7日、マイケル・シーンが 第3シーズンのメインキャストに加わったことが報じられた。2017年2月8日、このシリーズはカナダでコーラスエンターテイメントによってピックアップされ、彼らのケーブルチャンネルである W ネットワークで放送されることになり、このシリーズのアメリカでの放送はコーラスの放送システムグローバルによって同時放送されることになった。2017年3月2日、チャンネル4は 同チャンネルでの先行シリーズ、グッドファイトの成功を受けて、モア4チャンネルのシリーズの英国での放送権を獲得したことを確認した。同シリーズは2017年3月30日にモア4でデビューした。HBO は2017年6月1日にヨーロッパの様々な地域で第1シーズンの全10話の放送を開始したが、インドの G エンターテイメントエンタープライゼスは、 インドでグッドワイフを放送していた英語の総合エンターテイメントチャンネル G カフェのためにザ・グッドファイトの独占有料放送券を取得した。日本ではアマゾンプライムビデオで字幕版と吹き替え版がザ・グッドファイトザ・グッドファイトの放題で配信されている。パラマウントピクチャーズからグッドファイト華麗なる逆転との放題でソフト化されている。また NHK 総合テレビで シーズン1と2がそれぞれ、グッドファイト、グッドファイト2の放題で放送されている。ザ・グッドファイトは、広く評論家の賞賛を受けている。ロッテントマトズは、54人の批評家からのレビューに、基づいて98%の評価と8.18、10の平均評価で、ファーストシーズンを授与した。同サイトの批評的コンセンサスは、CBS オールアクセスの最先の良い始まりであるザ。 グッドファイトは、全身の作品をしっかりと踏襲しながら、新しいストーリーテリングのスタイル、より広い物語の範囲、そしてそのリードのためのチャンスを可能にする一方で、人間の葛藤に関連性のある、新たな領域を探求すると述べている。メタクレティックでは、第1シーズンは25人の批評家からのレビューに、基づいて80点のスコアを得ており、概ね良好なレビューを示している。 ロサンゼルスタイムズ紙は、グッドファイトのクリエイターであるロバートとミシェル・キングが、まだ、グッドワイフの魔法を持っていたと示さし、グッドワイフはシーズン6と7が平凡なレビューを受けた。あと、グッドワイフは、すでにそのコースを実行していたとしながらも、彼らはただ、その架空の宇宙からより多くの物語を、採掘し続けることができるようにするために、クリーンな状態を必要としていたとしている。また、 アリシア・フローリックの恋愛に泥沼化し、ロマンチックな緊張感を中心に据えた、グッドワイフとは異なり、グッドファイトは人間関係が物語を動かすプロットポイントではないため、物語の舵取りを逆にしてくれる、爽やかな作品と評価されています。ザ・グッドファイトは近年の他のテレビシリーズがリブートかリメイクであるため、テレビシリーズのスピンオフの稀な成功例とみなされている。 エミリー・バンダーワーフは、ボックス .com に向けて執筆し、番組の巧妙な政治テーマの使用を称賛し、グッドワイフは、リベラルな偽善と、道徳的妥協の本質についての解説である。一方で、ザ・グッドファイトは、より真摯な、リベラルな価値観の用語として際立っており、この番組に説得力のある、存在理由を与えているとコメントしている。 第2シーズンは28のレビューに基づいて、六点トマト図で96%の支持率を持っており、9.43、三0の平均評価を得ている。同サイトの批評的なコンセンサスは、怒っていても楽しい。ザグッドファイトは、その巧みなフィクション化されたプロットで、現在の政治的な出来事を自信を持って表現しているとしている。メタクレティックでは、 第2シーズンは5人の批評家からのレビューに基づいて70点を獲得しており、概ね好意的なレビューを示している。第3シーズンはロッテ点トマトズレ21のレビューに基づいて95%の支持率を獲得しており、平均評価は9、10となっている。同サイトの批評的コンセンサスでは、グッドファイトの第3シーズンはテレビで最高のドラマの一つを作るために、 ショーのセンセーショナルな喜びを維持しながら、社会的なコメンタリーを倍増させて、パンチを使わないと書かれている。メタクレティックでは、第3シーズンは7人の評価からのレビューに基づいて83点のスコアを獲得しており、普遍的な賞賛を示している。ありがとうございます。